優れた技術・技能を持って市の産業や文化の振興に貢献している人に贈られる鹿沼の名勝。平成29年度は2人が名勝に認定されました。今回はその一人、襖製造の阿部俊夫さんをご紹介します。戸張町に襖店を構える阿部さん。襖の骨材の組み立てから下張り、袋張り、上張りと伝統的な手法で作品を作り、一般家庭の襖の張り替えのほか、工務店や建具店からの注文を受け、北関東や首都圏方面に納品しています。阿部さんは父親が始めた襖店の後を継ぎました。私二十歳の時に東京の方のこういうやっぱり襖関係の仕事をしているところへ要するに昔で言うと弟子入りですか、そういう形で5年間いまして、そんで帰ってきて父と一緒にずっとこの商売をしてました。高校出る頃にはもううちの商売継ぐんだなとは自分で思ってましたからね、もう他の仕事に就こうとは考えてませんでした。自然な流れで後を継いだという阿部さん。当時は和室のある家がほとんどで、仕事はとても忙しかったといいます。襖の製造にはいくつか工程があります。まずは襖の骨組み作り、骨材と骨材を組み合わせていきます。釘などは一切使わず組み立てていきます。次に下張りです。骨材にハケを使って糊を塗っていきます。使っているのはでんぷん糊です。骨組みの両面に紙を1枚ずつ貼り、一晩乾かします。乾かした後にはカンナなどで削り、大きさを調整します。そして袋張り、半紙程度の大きさの紙に糊を塗っていきます。先ほどの下張りの上にその紙を何枚も貼っていきます。紙を何枚も貼ることで骨組みとの緩衝材の役目を果たし、骨組みが浮き出たりせず柔らかい仕上がりになります。また糊の濃さも重要になるそうです。紙を全面に貼り、ここでまた一晩乾かします。最後に上張りです。襖の表に出る紙を貼っていきます。ここでは周りは濃い糊を使い、全体は糊の量を調整しながら塗っていきます。紙を貼り、なぜはけを使ってシワをなくします。外枠と取っ手をつけ、貼ったばかりではまだたるみがありますが、一晩乾かすとたるみがなくなり完成です。やっぱり収めた時にきちんと収めるようにやっぱりやるんですけど、
その時に最初からもう収めるためにパッてやっちゃうと後でちょっと仕上がりが悪い。やっぱり徐々に徐々に合わせていくってやんないと結局収まりが綺麗にならないね。貼るのはそうですね、やっぱあの紙の質によって時間とかそののり付けてものりの濃さとか、あとのり付けてちょっとオープンタイムを置くのに、オープンタイムを置くということは結局紙が伸びるんですね。そうすると乾いた時に縮んでピンとなるんで、それも紙の要するに材料によってそのオープンタイムとかのりの濃さ、あの経験で何回もやってるうちに、まあ最初のうちは結構失敗しますけどね、ダメにしたこともあります材料を。やっぱりほらあの汚れたりしたやつ、破けたやつが来て綺麗になって収めて喜ばれるんですよね。あ、明るくなったとか、やっぱりそれお客さんにねそう言ってもらうと嬉しいですよね。これからはまあね、これから仕事がやっぱりやりますよ、あのできなくなる前安倍さんはこれからも長年使い続けられる襖を作っていくと語ります。熟練の技と勘が詰まった安倍さんの襖、鹿沼が誇る貴重な匠の技です。